話です。バス釣り歴40年、自分が見せてみますよ、このルアーでさ。これわかるかな。まあ自分も40年やってますから、このシャッターの動き、黒金濁った時はね、黒金が強いです。結構濁りが今日入ってるから。はい、開始1時間全く釣れないです。釣れそうな動きしてんだけどな、釣れないんだよね。どうしてかな。まあこんなもんだね、いつもね、スレスレだからね。まあバスが回遊してくるタイミングにバンつってバスがいねえな、はい、ついにボイルが始まりましたね。あの木の中で、あ、ここに見えるかな、木あるよね。あそこの木の中でボーンって今ね、50アップのバスがボイったのと、左ここの足元でもね、小バスがボイりました。ボイルっていうのは、ヒーローですね。魚界隈の魚が、餌界隈ですね。そこら辺が、動いてるとこを魚が捕食するという、それをボイルっていうんですけど、まあちょっと今ボイル始まってきてるんで、もうそろそろ地合いが来てるかなと。ヒューさん、あれあと別れたでしょ、うん、四国でね。おうおう。で俺帰ってきて、もう一人で釣り行ったん、大江川、五三川で。あれでがっつりやって坊主ぶっこいて、で四国釣れるな。四国は釣れる、入れ食い、四国は入れ食いで坊主ぶっこいて、6時間がっつりやって、もう最後投げ切って6時間な、昼の2時ぐらいから、はい、いや12時ぐらいか、暗くなら6時ぐらいで、ま、ああそうだね、6時で暗なっても投げて釣れずに、うん、いいやないやと、帰りタックルベリーをちょっと買っちゃった。こちらですね。これ何だろうお前、これ。これ数も買っちゃったお前。もう僕以前働いた会社で、20年前働いた会社で、経費はタダだって聞いたんです。これ会社の経費で買ってます。いやいや、経費はタダだって、経費になるんで。経費で、タダです。タダじゃないな。はい。で、ちょっとやらかしました。でも、ちょっとやって、これ中古で買ったんですよ。中古だね。で、プラのタックルで、プラ前俺が持ってたさ、あれも中古でさ、2000円ぐらいで買ったのがさ、折れちゃったやん、今回。折れたな。うん、で、あれ使えんくなったじゃん。どれこれですよ。金額が1600円、1700円っていう。安くないですか。安いけどコンパクトでこれでいいじゃんって言ってたよこの間。ダメダメダメ、ね、あこれでちょうどいいちょうどいいって。ダメダメ、少なくていいって。いろんなものが、いよこれ、いやいや、いろんなね、その幅広い釣りしないといけないから。お前使うのシャートだけじゃんか。シャート5、3、章がいいや。今ちょっとこれね、これで坊主、これ6時間投げ切って坊主、これあったらいいじゃん、これあったら。オッケーオッケー。で僕安いから、うん、岐阜さんプレゼントこっちあげるよ。で俺グリーン好きだから、グリーン、ああじゃあ俺ブルー使う、ブルー使って。でこれ結構いいくて1600円でさ、うん、これ新品で買ったら5000円ぐらいなんか売ってんだ、現代版のは。でこれプラノっていうのは、5000円ぐらい売ってんだ 今だからプラノじゃなくて、うん、俺が持ってるのは別のメーカーだわ、明宝、うん、とかな。そうそうそう、明宝、明宝の俺これいっぱい持ってんけど、さらに今回新しくな、ああ新しい今年の2022年のルアーも買いました。ルアー買ったわ、調子乗って。はい、中古のリールも買いました。リールも買っちゃった、リールも買いました、リールも買っちゃった、買いました。でこれ見て、年利でしょ、スピナーウェイト、これちょっとスピナーウェイト、これ何十個入るんやお前、これスピナーウェイト投げたことないわ、基本投げない、一応物置にして。ワームがいっぱい入るな。はいでしょ。でこれ使うやつだけ、もう最低限の補充でいきます。これ俺のだ、これ、うん、これあなたのね。じゃあそれ、まだそれあなたあげるわ。でこれは多分一緒かな、あ違う、使い勝手的に一緒じゃない。開けて開けて、これ入ってない、型が違うじゃん、ほら、あん、ここにあったのが折れたんや、一緒だけど、ほらここにあったんやけど、あ折れたんや。あまあいいいい、これ使えりゃいいから。でこうやって刺して、まあ使えるけどね、うん、こういう感じやな。これ刺していくか、うん、ちょっと刺して刺して、どうやって入るんこれ。はい、お前ちょっとあんまり細かくしないで、こんぐらいがいいから。全部入れよ。いや全部入れたら逆に使いづらいから、こんぐらいが使いやすい。ここ開いてるから、いやいや、ルアーを縦長にしたい。ちゃんと入るよこれ。ほら、おお、ほんとや、ここはここでいいな、うん、これでいいの、
このシャットが1個ずつ入る。贅沢に1個ずつ入れる。あ、まあな。じゃあただちょっと針とかルアーをパッと ここに全部入れたり。いや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 、ギグさん、うん、まずちょっとリールまで。これいろいろ買いましたね。これ新品、中古？中古はこれ、これ新品だよ。新品なの。一応今から巻きます。完全シーバスの俺バス釣りだけど、このフラッシュグリーンよく使う PB。 あ、巻き直すの。 P と 1.5 号、うん、1.2 号ね。まあ俺は 1.5 号で、いや新品これリールに巻くの。ああこれ新品の。あ、新品だから、これちょっと後にしよう。これ大事だ。何買ったかちょっといろいろ見ていこう。見たい見たい。何これ至高のフクレイ台場のピーナッツっぽいような、これかっこよくない。見えない見えない。じゃあ視聴者の人にトラフグ。あ、フグってことか。うん、これかっこよくない。かっこいいな。釣れそうじゃない。まあ問題は釣れるかどうかだけど。うわ、釣れ釣れ。動きが分かんない。釣れ釣れ釣れ。でいろいろ買っちゃった。ほら。これ一緒のやつか。チャートバッグ。これ釣れ。ちょっと開けて開けて。これ二つとも開けて、もうすぐ使えるように。一緒のやつ。ちょっと開封して開封して。早速。これも買っちゃった。福一2個。同じやつ。900円。おぉ。またもう、経費だな。経費ただだな。あとこれ。エルバス。デュエル。デュエル好きでしょ。あ、またデュエル買っちゃった、うん、これ安いんだわ、900円ぐらいなの。デュエル好きだね、うん、安いんだよね。おー、いいじゃんいいじゃん。こんなんさ、アメリカのさ、なんか新品ルアーで、うん、こんなんでさ、オールドルアーの形目でこんなもん宝物だよ。やっぱ台はすげえな。福一これ900円ぐらいだからね。1000円いかないやつ。990円。そうそうそう、ギリ990円。1000円以下でクランクってすごくない。すごいね。ねえ、だからこれ結構台はとかの好きなの。多分これバカ釣りする。お前の釣ったのと一緒やで。ラパラクランクみたいな。ラパラクランクは釣れるだろう。いや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 、福一はさらに進化してるから。これ同じ型かな。いやでもちょっとリップが違う。リップはあ、これはこれ浅瀬を潜らないね。シャロークランクで浅瀬で。これ曲げていいか。うん、いいよ。でこっちは潜る感じで、もうちょっとセッティングしてすぐ投げれるように変えていこう。あと何買ったんかな。これハサミや羊陣ね、ベリーサイズ。はい、菊さん、どんどんこれも回遊してって俺置くから、はい、でハサミ俺なくしちゃう。頭悪いから、うん、発達障害って言われた。頭悪いんだ俺。あの高校の時発達障害って言われたから。え、なんかあいつおかしいよねってちょっと頭悪いです、自分。頭悪いな、お前。ちょっと2つ買っちゃいました。だからなくしちゃうから。すぐハサミなくすから。そうそうそう、うん、あとはね、あ、これ R18 をね、12ポンドをあえてリーダーに持ってくるっていう。あ、リーダー用に買ったの。リーダー用に、逆に。おう、うん、シーガーリーダー用買った方がいいんじゃないの。うん、いや、俺逆にこのフロールでリーダーにするタイプ。そんなリーダーの方がいいっていう。いや、よくない。うまい。これはまあこれオリジナルね。あとこれ、これがすごいんですよ。で今回これ使ってた。お前60出てたぞ。何これ。見てみよ、イモリッパー。1個開けてみや、封開けてみや。イモリッパー、これ。おー、イモリッパー。バカズレのイモリッパーの。これだと小バス釣りになっちゃうじゃん。デカバス見て、これ匂いも香ばしい。書いてこな。ニンニク、ニンニクフォーミュラーで、これがでかいでしょ。これだとでかいのが釣れる。見てシルエット。こんなん、お前この間の神奈川でこれ使ってこらんよ。デカバス食ってきとったの。これでシルエットがあるからな。でスリッドが入って、でこれなんでスリッド入ってるかわかる、菊池さん。ああ、ここスリッドなんで入ってるか分かる、はい、ここスリッドって穴が開いてる。針隠すんだろ。いや、針隠すんじゃなくてフッキングしやすいよ。針隠すんだろ。針を通して、ここに針隠して見えないよ。こっからこうして針を外にフッキングしやすいように。あ、フッキングしやすいようにするの。もちろんもちろん、スリッドね。ここに針が見えないようにして、バスが気づかないようにするんじゃないの。違う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 のか、うん、ここ針が引いた時にここからグッと出てフッキングしやすいためにやる。分かった。つまんない。下ネタやめろ。はい、入れろ。はい、じゃあ次行きますよ。いろいろ買っちゃった、キミさん。まだあるの。イモリッパーの色違い。これまだでかいの来るんじゃねえかな。まあイモリッパー買っちゃいました、ごめんなさい。ちょっと釣れなかったんですよ。釣れなくて腹立ったんですよ俺。あで本気で釣る気で行って、一人で。ああ、ご参加は、ね、本気でやって釣れなくて腹立って安当たりしちゃいました、すいません。はい、でこれ2袋買っちゃった、イモリッパー。これあ、小さい
だな、それ小バス、あのこれちょっと小バスも狙える。はい、でこれ芋の入れ食いカラー、すごくない？入れ食いカラーだ。ちょっと一個出してこれ。入れ食いカラーだこれ。出してこれ、うん、いいだろう。はいはい、まあいい。この芋6のこれでもね、芋6使うとでかいのが釣れる。シルエットがでかいから。だからさっきの芋リッパーさらにでかいじゃん。ね、これ比較して分かるように、うん、これ小さいやつ、ちょっと芋これ芋6、もっとでかいやつある。これ6だよ、これがでかい。これでかいやつ、なんかもうちょっと太くない？これ芋6、ちょっと細くなったんかな。細いよなこれ。いや今芋リッパー見たからじゃない、まあ、形状も変わったんかも。ちょっと細くなった気がするね、カリの部分が。まあまあ入れ食いのカラーだからちょっとカリが変わったかも、うん、はい、はい、じゃあ次いきます。そしてね、菊池さん、コバス釣りはつまらんけ、これおうおうおう、リアルスティックね。あ、何それリアルスティック。リアルスティック、リアリスの、あ、ミミズじゃんこれ、ミミズ、うん、ウィッグスティック、なんて書いてある、え、ええ、リグルスティック、リグルスティックってよく聞いたことない？聞いたことない、リグルローラーとか。あら、釣れんのかこれ。出してごらん、それもデカバスキラー。これなんかやべえな形が。デカバスキラー、小バスは釣れないの。だからさっきの6、芋60より倍ぐらいシルエットあるでしょ、うん、ハサミ使うんでも横に引っ張ると、あ、もういいよ。これリグルスティックっていうの、リグルかっつって。これなレアリスの、これ最高ね。俺これ大好き、初めて買いました。見てこれ、あ、山線香の太い版みたいなやつだこれでしょ。これでなかなかあの小バスが食ってこないのよ。ただこれでヒットしたらでかい、40確定だな、うん、だからこの間の金蔵でこれとかうまいスポールで下に落としてやっとってみいや、あとな、なあ、あ、やりたかったなこれ。やろう、行くか明日。また明日は無理、うん、ちょっともうちょっと無理。はい、じゃあもうそれ片付けて、はい次いきます。このねリアレスのシャッド 60SP、 これもいいんだよな。デュエルのエルバスシャッド900円、え、880円、ね、これ880円のこの入れ食い、ほら普通のねメーカーさんより安いでしょ。でこれエルバス、これいつものやつとは違うよね。違う、このフラットクランク見て、同じクランクでもこれ平行になってるフラットクランクっていうパターンがあるから、うん、これもちょっと開封してちょっと並べて綺麗に。あ、結構いっぱい買っちゃったな。じゃあこれリグルクローラー、はい、あー、リグルのさっきのやつの671円、748で、これね何がすごいかっていうと、うん、20本入ってます。弱いんだな。違う、安いの。ディオっていうのは、うん、メーカーさんの中でも一番でかいのよね。でパワー持ってるから大量生産するから20本で748円という激安価格をやってるにもかかわらず世界で一番釣れるルアーを作ってるのがディオさん。マジで釣れるか？だから好き、安い、安くて釣れるがレアです。フリックシェイクじゃんこれ。フリックシェイクみたいな、うん、そう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 。だからこれはすごくいいよって言ったんで、これこの4インチグラブ、これを子供の頃使っただろ、4グラこれ釣れる、うん、なんかグラブも小さい気がするな、昔と比べて。うん、クランク、今、うん、何？なんか小さくない？いや、お前らがでかくなってる、うん、これね、これついたで、これね、キュウさん、やっちゃった、ごめん、ん、アルミペンチ、腹立っちゃった、これ3000円のかっちゃった。おお。金を惜しみませんよ、趣味のものは。まあまあな。ちょっと買っちゃいました、ごめんなさい。ちょっとね、経費使いすぎじゃないかっていう。でそこでケチって、うん、重りは逆にこういう懐かしいウォーターグランドのやつ、これウォーターグランデスプリットショットのさ、これ昔使ってたじゃん。これスプリットショット大好きだったけど、うん、これ安いな、これスプリットショットのでかい版か。いやだからサイズはいろいろあるから、これスプリットショット、これぐらいが好きだったな、うん、スプリットショット使ってこれ使っとったよ昔、うん、このやつこれ安いのよ。スライダーワームにこれつけてな、うん、チャンチャンチャン、そうで、これはちょっとダーッつってな、うん、ああこれテキサスこれやりますね。であとはもうあとはね、あとはちょっとこのルアー界隈とか、あとはね、キクさん、これワームの中にねこれ入れるネイルシンカーっていうの、ネイルシンカーな、これ入れると重要で、でこれ40でしょ、うん、40だとさっきのワームでかいのあったじゃん、例えばこれとかだと10とかでフッキングしないから最悪4050がぴったりくる。だからこれはでかいやつ作る時インフィニティで40、2つで、まあこれはね
ダウンショットリングとか使うときにこれ、これを使います。うん、そうそうそう、うん、それとかね。でオフセットフックっていうのを1番と1、2、3、4、5と揃えてる、うん、これ1番ね、はい、これ1番がこのサイズで順番に買ったんだお前。1、2、5は買わんかった、5は買わんかった。で3も買ってないな。40、40みたいな。で30も買ったよね、うん、まあこれぐらいあればまあまあまあある程度のことできるかな。5年も持たない、すぐなくなっちゃう、1日になくなっちゃう。でこれ見て、ワイルドピーナッツ YP 見える、 YP かっこよくない、え、ワイルドピーナッツと違う、ワイルドピーナッツって書いてある、ワイルド見てこれ、ワイルド 9.3g でキンキラキンのグロー、やばくね、釣れそうじゃん、開封しよう、釣れそうじゃん。僕自宅にピーナッツ30個以上持ってます。そんなにあんの、家にいっぱいある。なのにまた手を出しちゃうっていうのが釣り具のいいとこね。趣味のものですから菊池さん、まあ、なお金にその糸目つけちゃいけない、ボーナスも全部使っちゃえばいいな。これいいや、これどっちが釣れる、まあ、状況だね。やっぱり濁りが入った時はやっぱりこういうキンキラでな、こっちこれちょっとあのクリアウォーターの時に、これもでもなんか良さそうだよ、これ釣れるよ。紫、紫が一番釣れる、鱗がいいじゃんそのなんかね、これ 3D プリズム入ってるでしょ、ね、デュエルお得意のこれ、キラ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 するから釣れそうだ。これ太陽光で入れ食いで、これは濁りが入った、これ5、3度までよ、これワイルドから。いや5、3もこっちでしょ。あ、これも強いな、これ釣れそう、このキラキラからこれ釣れるよな、全部釣れちゃう、めちゃめちゃ。でこれ今度釣れたら菊さん、これ3000円のやつで買って、こうやってね、最近な、うん、ライギョ釣れるじゃん、ライギョ、そうライギョ釣れた時にライギョ釣れたらこれでな、これでこう歯をこうやって買って、危ないからあいつ、そうこれいる、おいるな、これは絶対いる、これやっぱいいやつ買わないと。今度ちょっとお前動画でやってみよう、何を、ライギョに指かましてみた、嫌だよその血まみれになっちゃうから、穴が開くらしい。はい、ということでこんなもんなんですけど、まだとっておきがあるだろう、アブの初動買いしちゃいました。とっておきが、レボ、MGX シータ41,150円。そんなすんのこれ。税込み定価が41,150円で、ああ売価が22,000円。ああ定価40,000円、アブの4ライフ。40,000が20,000、結構お買い得じゃん。そう、中古だから。あ、中古これ。もちろん。これ新品40,000なの、買えへんそんな。さすがの俺でも。ね、これレボ MGX-TH12500 の6対2インターチェンジ、レボのマックスなの。これ何、スピニング、スピニング、ちょっと開けて、開けて、今あの竿、俺のさこの竿、前回お前が釣り道具持って帰ったもんね、お前なくてお前これ巻いたんだよ、そしたらこれシャカシャカで、これがまあもうカチカチカチっつって使いづらかった。こんなん使ってるやつおるか、うん、ここにおる、うん、テレちゃんもそれ使ってるで、うーわ、キクちゃん、やばいやばい、かっこいいやん、かっこ、めちゃめちゃかっこいい、何40,000円定価、うわ、はい、かっこいい、これでちょっとこれ丁寧にはめて、ちょっとかっこよくないこれ、それレボだもん、レボだもん、だ定価40,000だぜ、俺もステラしか使わないけど、お前も贅沢になったら いつからそんなぜ、俺はいつ俺はいつもエクスセンスない、うん、いいだろ、うん、どう、マジでいい、これいいやろ、マジでいいし、かっこいい、なんかかっこいい、これ滑らかだろ巻き心地、うん、だって40,000なんだからレボは、いや見た目かっこよくねこれ、うん、だから結構いつ出たか知らないけど巻いて巻いて、なんかかっこいいんだけど、これ巻き心地は、巻き心地いいよこれ、めっちゃ滑らかやろ、滑らか滑らか、それ40,000ですから、一応これ22,000円でした、いやかっこいいなこれ、はい、で今回のお買い物、58,000円ほど使いました、坊主超えたんで、坊主超えたら5万円使わなきゃいけない、冗談じゃないですか、毎回使います自分はつけてつけてつけて、で書いてあるでしょ、6ポンドだと 100m で PE の 0.8 速150だから、俺 1.2 か 1.5 しか使わないのよ、あの 1.5 にしようかな、まあ、1.2 でいいか、ちょっと巻くとこ見てこれ少ないでしょ、うん、だから 1.2 でいいか、あんまりごついの巻いたら負けない、まあでも 50m でも以上使わないからさ基本は、いや結構飛ぶじゃん、いやバツ釣りだから、ピーってやった時 50m ぐらい飛ばしてる、海釣りになるじゃないか、俺 80m ぐらい飛ばしてるピシー、うん、そんな飛ばさないです。これ近距離打ちます。50m も使わないんで。タイガーまで飛ばさない。うん、はい、ちょっとこれつけてつけてつけて。このまたこの俺の見て貸して。このいいでしょ。エクスプライドのこれはこれ家から持ってきたんだけど、2610ML2 って言ってこれね、こういう風に書いてる、見えるんだ。ね。4から12グラム最大で12g かな。うん、で軽いこれ。うん、だからこれシャッド用、シャッド専用に設計された、シャッド専用の
竿なんで。これでオオサンショウウオでやりたい。いいできるできる。うん、まあ12グラムと言いながら15、18グラム、20グラムで投げれるよ。めっちゃいい。すごいやろ。いいやろ。めっちゃいい。めっちゃいいやろ。動きいいやろ。どう？動かしてよ。竿が長いな。いやシャッド用ですから。サッドでスッスッといく。天井があるから長いんだ。ちょっと気をつけて。うん、いいやろ。フェイッシュ。うん。俺はいつもシーガー、このシーガー結構使うよ。まあ、何でもいいんだけど、まあ一応海釣り用なんだけど、まあ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 淡水でもいいでしょうと 1.25 ね。ちょっと巻いて。で PE ってこれ巻き方って菊池さんさ、いろいろあるんですけど。こうやって、まあ俺はこうやってます。これで今軽く結んで、この箱についてたテープで、これダメだっていう人もいるのよ。これがセロハンテープだったらいいってこと？分かんない。まあ俺は俺止めるけどね。俺もセロハンテープくっつかねえな。なんか剥がれてる、剥がれちゃって、剥がれちゃって。セロハンテープでいくか。もういいやいいや、ちょっとこれ持って、これ持って巻いてみる。持ってて。あ、負けた。負けない。うん、テープ巻かんでも負けるわ。鉛筆やるね、菊さん。いい仕事するね、君。ちょっと待って、え？じゃ濡れタオルでこうやった方がいいんだよ。なんで？いや、なんかそれ聞いたことある。うん、俺やったことない。濡れタオルやらないとね、うん、ピーが弱るの。いや、知らない、そんな。いやいやいや、逆に。閉めちゃう。いや、閉めるからいいんだよ。摩擦で弱るんだよ。あ、そういうこと？摩擦でピーが弱る。これ濡れタオルでこうやってやるの？本当に？初めて聞いた。俺やったことない。うん、それ持ってて。ピーンと、ピーンと貼って。うん、いいよ。貼っとる？ちょっと待ってよ。巻くよ。ちょっと強すぎて、もっと柔らかくして。はい、ちょっと巻きすぎたかな。うん、こんぐらい残す感じで、ちょっと巻きすぎたかも。どんぐらい残ってる？ピー150あるからね。150あるのか。さん。俺はね、もう家にいる時からリーダー組んで、サルカンつけて、あと現場着いたらチャッチャってすぐ投げれる状態に作るの。リーダーも組みます今。リーダー今組んじゃう。組んじゃう。もちろん。やる気だなお前。これで。ギさん、釣りバカは行く前にこうリーダーを結んでないのは。リーダー結んだか。素人。うん。これでね、あと俺の一番好きなね、このね、ウォーターランドのスーパースナップ。見て、強度が全然違う。スーパーだから。スーパーだもんなこれ。うん、しかもつけやすいルアーに。ギさん。釣り行く段階でこういう状態で行くのね。釣りっていうのは1分1秒争うから、着いた瞬間に俺早いだろいつも。そうやな、だいたい俺がすぐ投げとるやろ。投げとるなお前。着いた瞬間もう15秒後にも投げとるから。おう、うん、もう決まっとるから、この状態で。投げるもん決まっとるもんな。決まっとる。この状態で行って、うん、車降りた瞬間そのパッパッパだよ。おう、車止めて15秒後にはもうキャストしとる。菊さん、レモのスピニングいいわ。軽いもん、もうめっちゃ軽い。これ竿も軽いからね、最高だよ。エクスプライトも最高で、ワールドシャールもいいけど、エクスプライトも俺好きなのよ。うん、ワールドシャールこんな軽くないじゃん。いや、軽いよ。こんな軽くない。軽い。こいつの方がだいぶ軽い。いやいや、あなた知らない。あなたちょっと素人、あんま黙っときなさい。でね、このエクスプライトが、これ2018モデルなんですけど、なんと2022年モデルも出てる。買ったか。買いたいけど、まだちょっと。まあ、次の兆候で坊主超えたら、まあ、まだ2018モデルが新品で残ってるぐらいだから、いかん。だから次の兆候で坊主超えたら2022のエクスプレート買います。ああ経費高いそうそうそうまあこれ以上増やしてもしょうがないな、竿いっぱいあるからまあこれ結構でも俺いいでしょ。いや軽いよこれ。軽いやろ、うん、まあこれシャッド用の専用の設計された竿で、俺はエクスプライド、そのゾディアスもいいんだけど、ゾディアスよりちょっとワンランク上。いやゾディアスよりこっちの方がだいぶいいぞ。ワンランク上でいいのと、でこのもう一個にバンタムって竿がある。でその上にワールドシャーレみたいな感じ でバンタムシリーズもちょっと俺持ってないんだけど、それ買おうかな思って。菊さん、俺実はね、ガサガサチャンネル高橋かぶらっていうのやってんので、タックルベリーで1200円。見て、なんだこれ。半合炊飯かこれ。ちゃうわ。半合炊飯かこれ。俺これな、肩にお前ガサガサいくやろ。そしたらこれ見てみや。こうやっていち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 俺前ガサガサで行って戻ってくるの面倒いから、ここにボン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 捕獲したのを入れるわけだ。でこれちょっと開けろ開けろ開けろ、開けて開けて、これこれで、これ水弾くから
この中にザリガニとか土壌とかいっぱい入れてガサガサでわざわざ戻ってこんでもいい。取ったら入れる、取ったら入れるでいい。そういうことかこれ。うん、1200円。これがそれ新品で買ったら1万円するよ。1万するか。それ1200円。タックルベリーはいいよ。あれが取れたらどうする。何が。特定外来や。え、特定外来取れたらどうするんや。分かった、でもいいや。で最後に、うん、僕が今回のあのタックルベリーチョコ、うん、一番気に入ったのがこれ。何やこれ。550円。何やこれ。あなたがもう座って座って、もう興奮して座って座って、これ座って、あなたが今回のチョコでも動画見てもらったら分かるんですけど、うん、45.5cm を50って言い始めたんですね、うん、ね、50あったの。いやいや、ないです。あったの。ないです。だからあなたが毎回毎回その、うん、この口のところをこうずらしてさ、こう50にしちゃうことあるわけ。だからあれ厳密に言うと 45.5 っていうのが、うん、だからこれだとここがゼロになってるから、うん、ここに口閉じで口をガッと挟んで、でこれは最大51なんだよ、ここがね。俺が釣るやつもこれ測れんだ。だから51超えたら別の目じゃないけど、大体これぐらいで、なかなか釣れんだろうから50ね。これぐらいしか釣らんじゃない。うん、いやいや、俺あなたとずっと言って50アップ釣れたことないです。なんでよ、これぐらいなの。あの52ぐらいやな、測れんじゃない。そうだな、だからここちょっと今1センチ書かないからな、ここな、51まで最大が52ぐらい釣れたわ、あの神奈川ダムで。そうか、52ぐらいのあった。 52.5 か53弱が1回だけあったんだけど、まあまあほぼほぼ50超えないから51センチまで測れる中古残利用品550円で、これ今回これ一番気に入ったのはこの裏側見てほしいんだけど、性能のヘラの研究会で山田さんの昭和50年1月って、俺より1個後半やないかこいつ。俺昭和49年生まれ、これ1975の1月だぞ。50年もんやこれ。50年もんだよなあ。俺1974の俺2月。すごいね。1974のお前なんぼや。1973か。1973型かお前は。これいいやろ、ヘラの山田さんがしっかりするわ。ほらこれもうすぐ5キロぐらいある。筋トレできるレベルに重い。これも下のボートまで持ってくの大変だぞ。可能。いや、これいる。毎回行くときはこれでな。で今回映画ザ・ブラックバスの撮影もまた来週あるから、それ行ったらこう行ってバーンって釣れたらドーンって口閉じでガーって上がって、これ何センチやってごまかす気かんぞってこうなるわけだ。やりたいなこれでな。そうやろ。ああ30だ30とか。ああそう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 。口閉じごまかせないから、このガツって口閉じでここはめ込むから。年季入ってるわこれな。これ50年ものだ。だからこれ生まれて48歳や。ヘラブラの47年目。すごい、これヘラなんかのゴーマー、これいっぱい測っとるで、これ。山田さん。山田さんが測っとる。これ山田さんも今、現存されてたらお前、天国おるかもしれんけど、お前、ええぞ。性能のヘラの研究会で、山田さん、元気ですか？山田さんも喜ぶわ、これ使ったら。だろ？バスだけどな、使う。昭和50年の1月で、ここ高橋魚心で、これ今から掘り込むもんね。ほうほう、やっと。掘り込んで、これ、ブラックバスって書いて、これで、これ、いいで。550円だな。やろ？人気入っとるこれ。ああ。